ピオ先生の登壇室。こんにちは、どうなさいましたか？よく眠れません。詳しく教えていただけますか？仕事のことで悩みがあるのですが、布団に入ってからもいろいろと考えてしまって眠れなくなっています。ちょっとした物音でもすぐに目が覚めてしまいますし、いつも夢を見ることが多くて目が覚めやすいですし、目が覚めたら今度はなかなか眠れません。不眠の他に何か体調で気になることはありますか？食欲がなくて食べてもあまり美味しく感じませんし、少し動いただけでもめまいがしてすぐに疲れてしまいます。では舌を見ててください。舌の形が薄くて色も赤みが淡く白っぽい感じですね。眠れないのは辛いですよね。睡眠に入るには体の潤いによって興奮した脳がゆったりと穏やかな状態に落ち着くことが必要です。脳の活動を調整している機能を東洋医学では心機と言いますが、この心機は意識活動や睡眠などと深く関係しています。心機の機能が正常で気血が充実していれば、意識活動は明瞭で思考も穏やかで、物事に対して敏捷に対応することができます。この心機の機能を正しく発揮させるためには、活動の源となる心陽と心の活動を穏やかな状態に制御する冷却水となる心陰の2つのバランスが保たれている必要があります。この心陽と心陰の陰陽のバランスから睡眠について考えてみますと、心陽が不活化することで脳の活動が盛んになるため目が覚めて活動できるようになり、心陰が充実することで脳が穏やかになるため眠りつくことができるようになります。これらのことから不眠について考えますと、心陽が過剰になりすぎて心陰が不足すると脳が穏やかになれないため眠りにつくことができなくなります。そのため考えすぎや心配事が続いているとお腹の働きが弱ってきて、そして気が不足して不眠になることがあります。気が不足するとどうして不眠になるのですか？先ほども言いましたが、睡眠に入るためには脳の興奮を鎮める必要があります。しかし気虚によりお腹の働きが弱っていると脳を穏やかにする血を作り出すことができなくなるため、血虚タイプの方のように血が不足してしまうので脳は穏やかになれず不眠になります。またお腹の働きを調整する脾気には平滑筋の緊張を保つことで気血を体の上の方へと持ち上げる働きがあります。そのため気虚により脾の機能が低下してしまうと血管の弾力性が維持できなくなり、血液を運ぶ働きが低下して脳のある体の上の方まで潤いを運び上げられなくなって脳を穏やかにできなくなります。その他に脳へと潤いを届けるのを何かが邪魔することで脳が穏やかになれないこともあります。例えばお腹の働きが弱くて食べたものをうまく吸収できない、あるいは食べたものを運ぶことができないとなるとお腹の中には必要のない余分な水分が停滞するようになります。そうなるとその停滞している水が脳へと気血を届けるのを邪魔するようになるため脳が穏やかになれなくなることもあります。また長期間にわたって病気を患っている、あるいは大量の発汗や下痢などが長く続いていて気や血を消耗すると心気が不足して血を運ぶ力が低下します。それにより心において気も血も不足すると心気の穏やかさが低下して正常に機能できなくなるため心の働きが不安定になり不眠が現れてきます。
どうすればよいんですか？気虚タイプの方はお腹への負担を減らすために食べ過ぎや飲み過ぎを控え、腹八分目を心がけよく噛むようにしましょう。そして甘いものや脂っこいもの、冷たい飲食物などの摂りすぎはお腹の働きに負担がかかり、ますます気虚の症状が悪化しますので控えめを心がけましょう。それとともに体を適度に動かすと、体の方としてもエネルギーが必要となってきますので、お腹の働きが高まってきて気虚が改善に向かいます。また考えすぎや悩みが続くなど心労が重なっていると、東洋医学では思えば火を病むと言って、お腹の働きに負担がかかると考えています。ですから頭の中にある考えを思いつくままにノートに書き出して一度決着をつけてしまうなど、頭が空回りしている状態に整理をつけることも大切です。それとお米、大豆、かぼちゃなどの食べ物は気を補う手助けをしてくれますので、上手に利用しましょう。ありがとう。試してみます。ではお大事になさってください。では今日のまとめです。お腹の働きが弱ってしまい、潤いを届けることができなくなると、心機の働きが乱れて不眠になりますので、考えに整理をつけるとともに食事や運動に気をつけるようにしましょう。ご自分の体質のタイプをお知りになりたい方は過去の動画に体質チェックがありますのでご参考ください。ではまた。